Boom! Bon. 今日のコラムニストは、コラム界のロックミュージシャン、大月健二さんです。 tbs ラジオストリームお送りしております。金曜日2時になりました。今日2時のコラムの花道。えコラムニストは、ご存知、ロコラム界のロックミュージシャンこと、大月健二さんです。どうも、筋肉少女隊の大月健二です。はい、どうもどうも。え台風の中大丈夫でしょうかあもう台風、こんなことになってすごいですね。九州とか沖縄行くようはないですよね。いや、ないです。全然ないです。と、驚いちゃったなあ、で、いいっすかいいっすよ。いいっすよ。ええ。 なんか、本題、本題なんかね、もうね、なんか選挙とか世の人々が言ってるじゃないですか。うん。かまあ選挙なんか言ってる暇じゃないっていうかね、もう人生、なんか人生俺は3つだって決めたんですよ。人生3つだ。人生3つしかねもう、まあ女も、女も何もいらない。女も何もいらない。酒も何もいらない。酒も省かれてる。え、酒も女もダメですかいらない。いるのはね、うん、UFO ね。 <laughs> いやきっとそれは外さないと思って UFO と謎の武術とロック、えー、この3つがあればいいなと、うん、UFO 謎の武術ロックロックこれがあればいいなと思って。 この間ねいつ頃からそんな心境に至ったんですかいや、もうずっとそういう心境だったんですけど、この7月に入ってかこの間ね、あの佐藤賢治さんという人が出した、X51、これ、ドットは入るのかな、これな、X51ORGG オデッセイっていう本を読みましてね、これ、あの佐藤賢治さんっていう人はですね、まあ、オカルト、超常現象好きですよね、でも、あの否定派でも、あの大槻教授派でも、皆沢さん派でもなくて、 会議派ってやつですね。疑ってかかる。会議派。皇帝派に近い会議派。会議派に近いこ、こあというようなね、感じの立場の人。阪神アンギ派。阪神僕もそうなんですよ。半信半疑派。でね、まあ、あ<ー>まあ、そういう人たくさんいるんですけども、はい、この方の場合は、えー、この本でね、このね、はい、不思議な現象を求めて世界中旅に行っちゃう、その気合がすごいと思、ね、あ、実際行っちゃうんだ。うん、うん、もうエリ,エリア51とかね。 あの、なんですか、えー、?UFO の基地があると言われてるところ。はいはいであるとかね。なんだろうイエティとか。そうそう、ロズウェル空軍基地とかね行っって。エリア51ってはどの辺なんですかエリア51どこだった帰っちゃったんだけどな。まあ、アメリカの砂漠の方ですわ。あと砂漠なんだエリア51とかってね。うん、本当に行くと、うん、えっと、監視員が、民間なのか、公営なのかわからない、うん、えー、監視員がずっと、 張ってんですねちょっと行くと、ずっと誰だか分からないけど、ずっと見てるって、それ確かだてたその人は UFO 研究会じゃないの違う違うその人は誰かに雇われてる人なんです雇われてるんだ。うん、誰か雇ってるかも分からない、それでね、ロズウェル空軍基地事件ていうのは昔、宇宙人の死体が回収されたっていう事件があったんですけどね、それ、いちいち米軍が1997年に、あなんですか、それはこういう事情だったっていう説明をしてるんですよ、いちいち。 それでね、うん、それがあのね、うん、あのー、まあ、あの、気球のね、あるね。確オフィシャルな。オフィシャルで、マネキンを落として、その、マネキンをみんな、宇宙人と間違えたんだ、なんていうことを言ってるんですけど、それはいいんだけれども、で、その、ロズウェル空軍基地事件の当時、フォートワースの病院内でしばし、頭が大きく、機械な目をした生物が歩いているのを目撃したといった証言があるが、うん、それは実験中、ゴンドラのアクシデントで、怪我を負った、ジョセフ・ダブル・キッテンガー、 大佐の姿を誤認したものである。と わざわざ発表。これ全然リスナー今ついてってませんよ。いやいや、そうそうそう。スタジオもついてきてるいやいや、だからそうそう。まあいいです。で、その人は何だったのそのいやね、キテン、キテンガー大佐、誰だよって感じですけどね。そうそうそう。最初その見られたのは何だと見られてたのそなんか宇宙人だというふうに。だから、頭が大きく機械なみをした生物が、ロズウェル空軍基地事件の後、そのなんか歩いてると。ね。で、みんなあれ宇宙人じゃないかって言われてたんだけど、それは、えっと、米軍が発表したところによると、キテンガー大佐っていうのが、 ゴンドラの実験してて、うん、地表に墜落し、頭部及び、顔面が腫れ上がる症状に見舞われそ、その姿が宇宙人に間違われたんだ。それが宇宙、それが宇宙人伝説の始まりだって言ってるんです宇宙人間違われるぐらい腫れてたんだね。腫れてたんですね。相当なもん,なんだ。運相当、な相当なもんですよ、これ。宇宙人であると最初なんか背が小さいっていう、あれ説が多かったんじゃない 普通の男よりも。だから、切ってあかったやつちっちゃかったの、ね、ちっちゃかったのかな頭がボーンってちっちっ、大きくなっちゃって、<laughs> 宇宙時だなって言われちゃった。伝説作っちゃった。うもうね、この、この佐藤健二さんのこの本のこの部分を読んだ瞬間に、うんうん、ああ、世の中面白いことがある選挙なんか言ってる場合じゃないなと思って。<laughs> もうね、何で行こうなんかしてんだみんなとか思って。でも行ってよ。頼むよ。あはい。もう思って、思って、思いまして、で、もう僕は、もう、もう超常現象で行こうと思いまし行こうと思ったんだ。実はね私、ロシアの山の中で、だって宇宙人の死骸を、だって、あれだよ、取材してきたことあるよ。どうでしたそれ。いや、実際にはね、そのもの自体、その写真はなんもういろんなところで見ましたよ。 ロシアのウラル山脈の山の中で。会議派ですかもうだから、日テレでもう10年ぐらい前にしたね。ボロネジ事件とかいろいろあるんですよ。実はね、僕もね、佐藤健二さんみたいなことをね、規模が違うけどやってたことがあるんですよ。もう誰に頼まれたわけでもない。現場に行くやつですか行ってたの。あの、ほら、貞子、あの、リングとか螺旋とかの、貞子のモデル、貞子、あの、と言われたあの、あの、年、年舎。 年車のねあの女性がいるんですがその人のことを研究していた福来智吉博士って東大のね先生がいるんですはいはいはい心理学の先生有名な人ですよねでその人亡くなってからその信奉者の方が仙台と非田高山と二派に分かれてるっていうの面白いなと思って両方誰にも頼まれてもないのに行ったの行ったの見たらねどど民家もう非田高山 山、公園の中かな、なんかね、ちっちゃい掘った、もうすごい時間かかるんで、日高山も寝てくたった一人に行ったわけですよ、やっと見つけたってってね、月の裏側とか、年焼したっていう写真がいっぱいあるわけ、それで、あるって見に行ったらさ、このスタジオ用ぐらいしかない、なんか掘ったて小屋みたいなところで、入った瞬間に一巡しちゃったわけですよ、一目瞭然。入った次、もちゃう年焼以上に一目瞭然。 俺は何しに来たからと思ってね誰かいたんでいませんよ誰いない。その場所だけはでね日田高山の隣の日田国府っていうところかなでねその信奉者の方がねなんかねこうなんか事務所構えてると行ったですよ暑い中って来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 て行ったですよで行ったらあっちもなんか変な人が来たと思ったみたいでこんにちはって尋ねて行ったらあれ大月健次だって分かったのかも分かんないけどなんかちょっと うさんくさそうに、<laughs> あ、うちこういうのを、みたいなね、紙ペラ一枚の紙くらい先生のなんとかみたいな紙もらって、<laughs> ってで、さようならってって終わったっすよね。あとはそれだけなの、ね、写真かなんか撮って何もないですよ。俺、何し、俺で何ししで、でってそ,それでも懲りずにね、<laughs> はい、仙台の方も行ったの。はい。 そしたらね、福来研究所みたいなのがあるんですよ。信奉者の方がやってるね、記念館。記念館でもないな。記念館じゃないいや、本当民家みたいなとこなんですよ。で、行ったら、今度は逆に珍しがられて、あら、わざわざよく来て、つってね、なんかね、あのね、 きゅうりの漬物とか出していただいてね、ポリポリポリ食べて、そこの管理してるおばさんも、なんか頼まれてやってるわけですよ、誰も、誰が来るわけでもないし、村の博物館みたいなとこあるもんね、どうなんですか、この年商とかって聞いたんですよ、そしたらおばさんが、どうかと思いますけどねど月の裏側って。 どうなんですかね私は。私は分かりませんけど。まあ、ね、お漬物、お漬物、どうぞ、どうとちょっと若い人には。佐藤健二さんも同じような目に遭ってね。行っても何もないの。僕はそれアメリカの方行ったのい。ろんなとこ行って。いろんなとこ行って。いろんなとこ世界。でも僕ね、そういうことやってね、やってこうと決めました。決めたんですか何、そういうことやってこうと。また始める。 うん、またね、うん、あの、日高山。また新たにああ、フィールドワークねや。それはね、なんか生まれてくるかもしれませんもん <全然 S 1> そんな中からね。<ー>ちょっとあの、神秘武術もいいですよ。 神秘武術も見ました。もう一つの要素、神秘武術って知らないですよ。何？神秘武術ね。だからあのほらカンフーとかああいう東洋神秘武術、まあこれも木で飛ばすみたいな系ですけどね。木で飛ばすのバーンと。いっぱい飛びますよ。ちょっと興味あるな。でね、木楽剣でゴンフーっていうね中国武術専門誌が出て、これはあのゴンフって書いてゴンフのカンフーっていうのはね、なんか日本の言い方で本当はコンフ とかね、クンフ、ゴンフっていうらしいですねなんかそうらしいですね、これなんか、アメリカでのなんか労働者、中国人移民の労働者のことだっていう説もあります。して、なんか説もありますよ、うんそのね、ゴンフでね、さっ DVD とかついてるんですけど、まあもうね、持ってきたんですよ、あんまりに素晴らしいで、持ってきた後で、あラジオだって思い出したんですよ、そういうと見ましょうよ、これ、大政権っていうね、あのね、そうあれですね、公園のの将軍様ごに。 大変よく似た方がジャージで、ジャージ,でジャージで革靴なんですよ、ジャージーで革靴、これ見てください、見てくださいこのあね、この人がね、今、気を貯めてるんですよ、ね、気を貯めてんだ今,、うん、今、ラジオに想像してください、ね、静電気が今、チャージされてるような状態、ね、動きは緩やか、ね、これ、大極拳的な動きだと見てなんかね、はい バウンドするんですよ、決めた瞬間に。ほら、ボヨヨヨヨヨヨ。ね、見た今、見たいやいやいや。これ、本人がやっての。見たあ、本人の肉が茹でてるの。見た特に上半身が。それは残念だよ。気を貯めて、気をためて、重心を。かなり労働時間長い。自分でバウンドも。後ろにね、バッグとか置いてあるんですよね。ものはバウンドしてないよ。はい、いきますよ。ボヨヨ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 ヨ これだけなの。な複雑だなの。なね、これだったらさ、まあおそらく見てる人少ないけど。<laughs> いや。あの。あえ。アンダートウェンティの。アンダートウンティのサッカーチームがゴールをやった時に、気を送って。<え>周りの六人がみんな倒れるのよ。はい。 それの方がよっぽど面白いよ。あ、そんなことあるんですか日本とは、チェコ戦でやってたんで、けわって言ってゴールやったら、したらみんな、わっと倒れるのよ。ほら、カズダンスとかあるじゃん。はいはいはい。あれ、アンダー20の、日本代表はそれやってんだけど。あれみたいなものですよ。同じなんだ、これ。これは大政権という中国のパターだかな。面白い、こういうのね。こういうのに生きがいを見つけてるってことですかそして、いや、やらないですけどね。 やらないですよ。やってもいいですよ。ちょっと、うん、撮ってもそれほど盛り上がるもんじゃないですか <laughs> ああ。それと、6いきましょうか。クいいですかロね。クはね、やっぱり、まあ UFO、東洋神秘武術、そして僕の三種の真偽がロックですよね。うん、やっぱりこれは本業です。 これあの、大人のロックっていう雑誌が出てね。わかりやすいタイトルに分かりやすいす。ジミヘンドリックスがね、うん、あの表紙で、披露出てる号ですかんビートん。ビートルズ対ビーチボーイズ、うん、ジェニス、ドアーズとかね。まあちょっとこの40代以上向けの大人のロック雑誌なんですが、<laughs> その最後のページがですね、うん 寺島進のロック魂、ロック映画って言うんですね。ロのページです。そういうコラムですね、はい。これ、あの、俳優の寺島進さん、北野武さんの映画になっああ、ちょっとね、ベラン名調で。目の鋭い。鋭い方なんですね。その方がですね、なんか連載まだ2回目なんですけども、ロックについて語るページが始まってでも合う感じします。ロック魂。これがね、いいんですよ。あ、そう。これ2回目ね、ポリスについて。ポリスポリスインサイドアウトって映画、僕も見ました、いい映画でしたけどね。これについて。 あのね、でも、語る、寺島さんね、正直に言うと、この映画を見るまで、俺、ポリスについてはあんまり詳しくなかったんだよね、っていうわけですよ。詳しくないんだ。詳しくないけど、でもまあ、語るぐらいだから、多少はご存知なんだろうと思って読んでいくと、でも、ロック映画ってことで、とりあえず見てみたら結構懐かしかった。あれこの曲聞いたことあるこの顔もどっかで見たら、あ、なんだスティングじゃん手だっていう。素晴らしい、これはね。 これはす、これはいいですよ。こう、寺島さん大好き。いや、これは、だから、つかみですよね。これは、つてこれだから、ダチョウクラブのドキュメントを見て、あれこの顔見たことあるよ。あれ、ゆえちゃんじゃんみたいな。てな、この、最後の、スティングじゃんてなって言われるんですよね。 まず、ポリスって言ったら、スティング、スティングイコールポリスぐらいに思ってるね、人もいる中で。いる中で。あれスティング、ポリスの映画で。あれとか見たことな。いやいや、これ、あなんだって、ここで結論が出てるんだよね。なんだスティングジャンだからさ。結論はスティングジャンなんだよ。てなっていうのがいサイドまあ、そういう感じで、あの、あの、 そのぐらいの真っ白な、純白の知識度で、平島進さんが6個語っていくんですよ。白いカンバスにすごいんですよ。これで映画見て、このシュートコブランドっていうのは結構カメラがいいね、みたいなことを言い出す。おっしゃるわけですよ。おっしゃるわけ。そうそう。ツアーといえば、80年だか81年だかに、来日した時の映像も出てくるんだけど、このシーンだけはどうも気に入らなかったな。ダメなのあらゆるバラチで日本の女の子たちが彼らに押し寄せるんだよ。 キャーキャー言って。うん、ああ、いろんなとこでね。日本男児の俺さんとしては、な、うんだと日本を舐めんなよと、叫びたくなったぜ、まったくっていう。<laughs> いいでしょロックを論じて、この、この、 このフレーズは出ませんよ。渋谷洋一さんに言えますかこの言こと萩原健太さんに言えますかあのね、健太さん、おそらく聞いてらっしゃるがこの寺島流のロックは、ナショナリストなんだよ。そうですね。そういう、そういう見方からの、ロックは国境を超えちゃいけないよそういう切り口の。国境超えちゃいけないでもね、素晴らしいのがね、なんだと、日本舐めんなよと叫びたくなったぜ、全くの。次の行。次の行。次の行でいきなり。開業。 だけどさ、まあ確かにポリスってバンドがすごいバンドだってことはよく分かった。この流れ、いいですよね。好きだな素晴らしいこのドラムストとしては負けたって感じしますここまで。すごい。その後、彼らにはポリスにしかないオリジナルなスタイルがある。3人の生き方そのものがポリス流なんだよね。 僕大好き、本当にこれ、僕今まで読んだロック表の中で一番感動した、すごいなんか、そうだよな、ロックってこういうことだなと思ったもんな。ロックってそういうことなんだ。で、締めがですね、締め、これ、え、俺俺の生き方だってもちろん俺るよ。俺はいつだってワンアンドオンリーだ。真似しようとって、そうはいかないぜって言って終わるんですよ。 リスを語って、これ、こうやって終わるんですよ。この雑誌ってさ、ロック好きで、ロック詳しくて、まあちょっとね、えっと、段階ジュニアじゃないけど、その前の感じの人ですよね。はい。その人がずっとこれ、他はみんな専門的な、他はもう、すごく真っ当に、な、皆さんが、成功法でロックを論じ、キャリアの途中でライブをやめたビートルズとかね。それを、最後の最後にティアジマさんが、最後の最後の最後の最 ってひっくり返して。これは僕もね、なんかエッセー書く人間としてね、いや、負けたなっていう。完璧なオチオチですか、最後のページが。いいなと思ったなこれ、今後期待ですね、いろんな。この人は何ですか寺島さんがロックなんですかじゃ寺島さんですね。寺島さんがどの程度ロックについてご存知なのか、そういう、わかんないんで、なぜこの連載が。 開示されたのかもわからないんですけれども、も<ー>とにかく僕は期待ですね。まあ、寺島さん自身がもうロックな。 そうだ、人だということが、ということがあります。え寺島さん、寺島さん。寺島さん。田原総一郎みたいな素晴らしい。寺島さんと俳優さんとしても僕大好きですけれども。ということ、この、この思い切りの良さというかね。もう。たいですね。映画を見た後ね。もう言い切り勝負。なんかいろんなね、寺島さんにいろんなロックを語っていただきたいなぁと思ってます。まだ続きますよ、これは。第2回。第2回。僕、おすすめでね、おすすめでね、なんかね、大丈夫ですか、まだ。 僕ね、まあね、うん、何年か前に幻のロックバンドっていうのが僕の中でもいくつかあって、うん、確かに見た記憶はあるんだけど、あれ何だったんだろうっていう。はあ、ソビエト。はあ ソビエト崩壊前かとかちょっと記憶ないんですけれども、一回日本に来たスタス並みかスタッフ並みかっていうバンドがありましよね、そのバンドね、みんなソビエトの人たちのバンドなんだけど、ギタリストがギターソロするでしょ、そうするとギターを普通、そしたらもう一人のギターソロが自分のギターであるでしょ、そのバンドはね、一本のギターを使い回したの、ソロ回しの時にギターもときに。 フレーズ引きました。じゃあ次はどうしよう。君に渡そう。渡そう。いやすごいね。や共産主義ってすごいなって思ったんですけどね。いはあってもそういう物は共有する共有するってことなんですかね。はい。そういうのとかね。なるほど。トラジマさんにぜひカタチいやまあじゃあ今後またこのロックをしとまあもう UFO 思い謎の格闘技そしてロックお知らせです。はい。 はい。王、OK、権ソロプロジェクト、大月剣術 A のライブです。はい、7月21日土曜日午後7時スタート。場所が下北沢のモザイク。チケット実はあとわずかあるということで。あ、とね。十、ね、何枚からで残って十何枚。うんまあ、中途半端だから、ぜひ買っでいた,だきたい,と、はい。モザイクさんにね、直接行かないと買えないですよ、ね、そうなんですよね。はい、下北沢のモザイクにどうぞ直接行って、その残りわずかのチケットを ゲットしてください。はい、21日土曜日午後7時からです。筋肉症自体9年ぶりのニューシングルアルバム。9月の5日水曜日。シングルとアルバム同時発売。はい。はい。えー、シングルのタイトル,はルが仲直りのテーマ。と言います。<お> <laughs> そしてアルバムが新人、新しい人と書いて新人です。新人というタイトルをつけたんですね。はい。じゃあこれをまた持って、今度はやっぱりあれですか、音楽コーナーへ。 なことになるんでしょうかね流れとして十月にはツアーもあるということで言うことの話できないですよボヨヨヨ全然伝わらないですということで本日のコラムニストはコラム会のロックミュージシャンこと大月健二さんでございましたありがとうございました来週月曜日はプロインタビューは吉田剛さんですコラムのアン